よっしゃーオールセーフ、しかも記録内野安打。これは好走塁。よし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 。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。本日ね、オリックスサヨナラヒットを打った宗優馬さん、作成していきたいなと思います。いやー、素晴らしいヒットだったな。まあ、モイネロさん打ち崩して同点にして、吉田正尚さんの同点劇からの延長10回裏サヨナラヒット、宗優馬素晴らしいですね。今回狙う金徳としては、伝説のサヨナラ男と、あとできれば走塁の金徳とかも取れたらなと思いますけど、まあいろいろ考えていきたいなと思います。ということで、頑張っていきますか。よろしくお願いします。やってきます。ホークスファンやけど、さすがやった。いや本当にメンツがすごかった。いやこれちょっと待って、これメンツすげえな。どうしよう。伝説のサヨナラ男確定。まあ、ここは堀杉も取って、ワンチャンスカウトで内藤メール、神がかっている。いやでも3人コンボ2つなんですよね。芸術的流し打ちもあるんですよね。まあ、とりあえず行こう。ちょっと3人コンボ2個っていうのはさすがに魅力的すぎる。ここは抽選箱取りに行きます。白熱したゲームがこの後あると思いますよ。初球を打ちました。ナイスタッチ。総力 G での通り。いや1点取ってしまったせいだこれ。経験値稼ぎが1回から8回まで飛んでしまった。いやーこれはひどい。いやー楽しめるのいいっすね、この時期でペナントレース。おっと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 、超スーパープレイ。いやーこれは矢部明を取りに行ってほしかった。えぐ。これは頑張ったモブ、ナイスショート、やるしかねえ。いや行ってくれ。いやーつらー。矢部くんミート打ちが必須になった。宗さん、あセカンドライダーパワフェスチャレンジャー、なおもチャンスがきつすぎん。これツーアウト満塁です。打席には2番、おほこりゃいいぞ、センター前クリーンヒット、三塁ランナーホームイン、頑張れライダー。あっパワフェスチャレンジャー、ミート打ちが怖すぎる。ツーアウトランナー第9を投げました。よしグランドスラム、これで経験点マックス。パワフルフェスチャレンジャー、ゲームオーバーの危機でした。危なかった。いやーパチパチパチ、ありがとうございます。バントのコツゲット、抽選箱ゲット。あーもうミート打ちの闇がめっちゃ出てた。で諸井と浦賀くん獲得で、守備職人のコツとチャンスメーカーのコツで、ラミーちゃんでバントのコツ獲得ですね。ガチナイスモブ。先駆け東堂真昼と青葉イベント、合計便票70点、合計技術が80ポイント、えげつねえよ。バンプナイス、3人コンボ2個確定。3人コンボ2個跳ねえよ。行きましょう今宮さん。しかもあのショートファインプレーもあって同点タイムリーもやったんか。モブ、あのモブ本当にファインプレーやん。 MVP と言っても過言ではない。ジュリアス降板と同時に主人公が変えられてしまう。悲劇すぎるそれ。いやナイス内野安打、うめえ。敵を見据えます。さあ内野安打2本、サード内野安打2本の先駆けある。3打席連続内野安打ってあるんかな。どうや、よーし、じゃあ3打席連続内野安打達成。トウチマネの効果は敏捷ポイントが稼ぎやすくなるです。ただ残念なことに、いや4打席連続内野安打ナイス。先駆け、これ5打席5安打、やつ感栄冠ナインあるか。これパワーフェスやけど、あまり苦しいです。さあうますぎるバント、5打席連続内安打達成。ちょっと待って、先駆けこれ初めてだわ。5打席連続内安打おめでとう、君がスピードスターだ。さあ浦賀に求められているのはもう出塁だけですね。内野安打ワンチャンいけそうなんだけどね。ピッチャーあんだけ取られたら結構苦しい。いや長打、いやちょ待って、なんで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 戻ってんの。それは聞いてねえわ。
スライダー見送ってボール。今ボタン何も触ってなかったのに、ランナーが謎に戻ってた。気づくの遅れました。ランナーが戻ってしまう。落ち着いて、まあ、とりあえずここ有村ホームラン打てれば何でもいい。いやー、ナイス待って、いや走塁、ランナーの走塁ミスをとりあえず取り返してくれました。あー、小上ランナーが戻っている闇。いやー、パチパチパチ、ありがとうございます。いやマジか、コンボ2連続で3人コンボ、ありがとうございます。このイベントで金徳芸術的流し打ちと高速ベースランド、あと低キスター、この3種類がもらえます。ムネさん走塁 B 持ってるし、高速ベースランは正直言ってめちゃくちゃ嬉しい。わがまま財団でチャンスのコツまでもらえますね。あ、呪いヌービスいけるやんけ、ナイス。カジマのバカ力からいけるやん。コンボ3つ目が確定した。え、あっつミゾット、アカツキ、ワガマ、アスレテース、もうコンボ4つ目いける、いけるね。これラインドライブのコツレベル2と固め打ちのコツレベル3あります。固め打ちも持ってるし、ラインドライブも持ってるで、場所練習場だし、これありか。行きましょう、ミゾットスポーツ、コンボ4つが確定。ここ最近運がめちゃくちゃいい。行きましょう、臨床一択。タケノコ青葉イベント、このイベントでラインドライブと固め打ち、宗ゆうまさんの持ってる能力、特殊能力2種類コツもらえます。臨床ポイントが合計60ポイント、素晴らしき経験点。フォアボールでもまだ大丈夫だけど、うーん、ちょっとボールの下すぎた。いやでも入った、ナイス、待って、よし、3点差 1.3 倍経験点マックス達成。超えてる、乗り越えてる。満塁男、今日満塁からのサヨナラヒットだったよね確か。満塁男のコツ、ラミちゃん分かっとる。でここやる気下がるの普通に痛い。脆いとヌービスコンボ、いやーでも嬉しすぎる。怪我しにくさのコツが合計レベル4で、逆境のコツレベル2からの火事場のバカ力、いいっすね、流れは来てます。闇のは2人もいらないです。あと2試合、まあ、正直言ってこのゲームかなり大変ですね。リモコンなしアラン戦、いやナイス、レベル7フォーク、まあ、絶好調フルハート、言うて危険、よしストレートアウト、狙い通り、ナイスキャッチ。よし、この時点で経験点120点以上ずつぐらいはかなりペースがいい。上限は234点、あるねこれ。限られたチャンスの中でヒットを打つことはできなかったか、まさきさんとか柳町さんとか。岡橋エラー率 5% アップの補給 G17、 取れません。8回も操作来てくれた。上限234点やし、可能性あるな、五十嵐。いやー、もう五十嵐らしいゲッツー、ありがとう。へいへいへい、五十嵐全く見せ話、あの落球が五十嵐君の最高の見せ場でした。うわっ、来てしまった、来ちゃったね。伸びへ重い球、威圧感、こちらのミートパワーマイナス20、まあ、クイック G はマネ効果であるけど、いやブラックデビル怖え。地味にアラン戦で大豪月来たの初めてですか。よし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 、ツーベースで筋力ゲット。いや、あるあるある、全然ある全然ある。上限234点、2点差 1.2 倍、あと筋力が14ポイント、守備力が低いこのピッチャーとサード、ネタキャラが多い。いや、あるぞ、あるぞ。今日は5打数5打席連続内野安打やってるんや、先駆け。どう、いや内野安打来い、ナイス、アラン先生も内野安打達成。さあ大豪傑様を小技でね、小技で揺さぶっていきます。彼からすると 男らしいプレーじゃないのかもしれない。でも経験値を稼ぐならもうこれでいくんです。そしてワンヒットでさらに2点追加、送球間にランナー2塁まで行く、卒のない走塁。4点差がでかい、
席に入ります。そして最後は V スラで3球三振、バンガードありがとう。いやー、機動力野球で勝った。力には力には機動力で勝つ、技術で勝ったわ。試合ボス戦でここでラビちゃんご機嫌度マックス、ナイス。総力アップガムを使うことによってムネさん総力が99です。これは強い、行くか。ムネさん総力99、よし、芸術的流し打ち。これはさすがにツーベース無理か。まさか人間じゃあるまいし。ナイスプレイ。いやー、やっぱショート補強してよかった。まずはありがとう、守備欲への守備職人。ムネさんヒット頼む。うわー、うめえ。よっしゃー、オールセーフ、しかも記録内野安打。これは好走塁。よし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 。相手の守備をかく乱してる。さあ満塁きた。いや、満塁男強い、ナイスです。へいへいへい、スタミナ残り半分。ナイス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 。さすがに各駅停車になってんな。超えるな、もう超えてしまっていい。ナイス、絶好調。ミートパワーマイナス20食らっていてもヌービスアーチストいける。さすがパワー S。 うわ、この6点差でか、いや7点差か、えぐ。筋力あと5ポイントまで来ました。スタミナが6割ぐらい削ってる。パワーこそ正義。スタミナ、ちょっと待って、スタミナじゃないこれは。まだスタミナ残ってる。相手ピヨってるぞ。見えてないけど多分これめっちゃピヨってると思う。変化量ない、全然曲がってねえ。うわっぶ、いや、ナイスヒット扱い、オッケー。レブカイさんすまねえ、心が壊れているレブカイ。どうや、ナイスな、やんだ、ムネさん。ムネさんセーフティーバントも成功。やったぜ、親子対決行こう。やべえでやんす。今なんて言ったレイブさん。結果が全てだ、ポテンヒット。それでいいのかレイブさん。うわー、9失点。レイブかい、そうだな、9失点、結果が全てだな。煽ってんなこれ、結果が全てだ。ナイス、守備職人、守備力 A、 ヘビシマ。くそー、結果が全てだった、くそー。いや、もうネタにも程がある。あ、高速チャージっすね。サードの守備力、守備範囲めちゃくちゃ上がります。ということで全試合全経験点マックス、かつ3人コンボ2種類起こしてのコンボ4つ作成できました。ありがとうございます。はい、ということで、ね、結果が全てのレイブさんから経験点マックスをいただいたムネユーマさん、作成完了しました。金徳高速ベースラン、芸術的流し打ち、伝説のさよなら男、カジマのバカ力、低気質な引っ張り屋、3人コンボ2種類含めたコンボ4種類、これいけたのはかなり奇跡のルートやったかなと思います。青得でかなりミートパワーも強化できるし、さよならの場面めちゃくちゃ強いんじゃないですかね。ファーストサードは守備力56まで上がって、慎重打法のチームプレイまで。またよかったらパワーナンバーダウンロード、そして高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まさかの9失点してレイブさん、結果が全て。めっちゃ笑いました、ありがとうございました。